いよいよ終局に近づいていそうな予感。エンドモア、レイヴン、スパイダー見てみようか。エンドモア、レイヴン、スパイダーってあったな。これの出番か。いつもはこの感じだとエンドモアを真ん中に合わせてレイヴン、スパイダー両方行ってみるか。レイヴン、スパイダー、なんか違そうな気がするな。 Why did I come here?レイヴン違う。スパイダー。これ?あ、あ。北西に川を越えたところにシザーが見えます。これか、キャッスルか。うん、オッケー。それだけかよ。やべえ、わかんねえな。エンドモア。レイヴン、スパイダー。ここが?あ!ああ、そういうことだったんだ。レイヴンとスパイダーの交差する位置か。試してみるもんだね、これ。違うかなと思ったけど。ジャックドーのクロークスがどこかに隠されていました。奇妙な形の古い石のかけらが長い草を刺していました。その中にいくつかの植物が育っていました。ドーン。なんだこれは。美味しそうな実だな。じゃあお客さんをお出迎えしましょうか。ん?グレイス・エンライトさん。マスクをした女性について聞いたことがありますか?ものすごい力を持っているんだと思われております。国ですらあなたのもとにはひざまずくのです。あなたは神にもなるでしょう。その、生物というのは大きくて止められようもなくて、で彼らは言います、それは彼女の全ての命令に従うものだと。それっていうのは、明日法律の中にいる私の父親を助けてくれることでしょう。あ、インローで義理のか。はいはいはい、義理の父親ね。これこの前ラスベガスエボ行った時に使ったわ。義理の兄。私を助けるためにデイジードッグがいくつか、まあ、必要なんじゃないでしょうか。スロー・イット・インステッド。その代わりにデイジードッグ。どんな花?お、シンプルなポーション。ポーションだよね、要は。薬でいいのかな?葉っぱからブリューされた。ブリューってなんていうの?あのコーヒーみたいな感じにさ、葉っぱから抽出か、葉っぱから抽出されたシンプルな薬は勇気を与えます。ご先祖様というか古代の戦士たちが戦いに行く前にこれを飲んだとされております。デイジードッグ。これと同じ見た目の葉っぱがあるかどうかよね。こいつじゃない?もうピタリ賞だね。デイジードッグ。え?マジ?超似てたんだけど。ドゥーン。え、俺隣あげた?これ以外に考えらんないんだけど、俺こっちあげちゃった、間違えて。これだよね。え、これ不正解だった?え、マジで?2回同じことやっちゃった。これ?待って、どう違う?俺こっちあげたよね。あ、あ、これ三つ股の槍だ。葉っぱ。単体の葉っぱで見ると、先っちょで見ると。で、こっちは、こっちは、アクアマンの槍みたいになってる。5つまた。ペンタデントだ。だからこっち。いやー、危ねえな。ペコーン!デイジードッグ。なんだこれ。デッドマンズフィンガー。火炎竹だ。これこそ、面白そうなものが、辞典に加わりました。お、郵便屋さんです。デイビッド・シャフター。この手紙は普通じゃないやり方で配達されています。ここには何の住所も書いてないのですが、ただ、スペルが間違った。園芸者へ。しかも、この綴りの間違い方っていうのが、ホーティカルトゥリスト。園芸と、このカルトをかけてるね。で、園芸家っていうのは僕のことなんで、この人は、まあ、
あなた宛てだと推測せざるを得ないということで持ってきたわけであります。開けてみましょう。あなたの植物をあなたが知っていると、ということならば、この手紙はあなた宛てなのです。どういうこと？これ何？ふーんって感じ。あなたが植物のことを知ってるんだったら、この手紙はあなた宛てですよ。あぶり出しだ。こんなことなんか言ってくるやついたな。ホウホウ、ボーフェルの北、そしてリバーエスクの源を調べてください。 OK、 行ってみようか。ボーフェル、ボーフェルあったよ。リバーエスクあったよ。つまりボーフェルの北、ここだ。ペコーン。これまで見たこともないような草を見つけました。ここでどんな草、どんな草、なんかキノコが先っちょから生えてるみたいな草になってます。ベルみたいな花、そしてハートの形をした葉っぱ。ふむふむ。ペローン。ネクスト。お、初めてだ。ソーラ・ドゥンさん。何何？マイハズバンド。私の旦那がキノコ収集が好きで、彼が最後の旅から帰ってきた時に、まあ、持ってきたものが心配になっています。彼が湖を越えた旅を、ここの、西の、森を探索していたみたいですね。不思議な形をした、奇妙な形をしたキノコをもうカバンいっぱいに持ってきて、で彼はそれが完全に安全なんだからと言っているのですが、でもその見た目はとても私を信頼させるものではありません。で1個持ってきて、これをどんな種類なのか確認するための助けとして1個持ってきたんですけども、溜め込んでいるんです。なぜならば彼は私がそれを捨てるんじゃないかと思っているから。ほんで、でまた明日来ますね。ノートを残していきました。ミスター・ドゥン・マッシュルームズ・ウッド・ウェスト・オブ・アンダメア・アクロス・ザ・レイク。これ探してこいってこと？アンダメアってここだよ。西、泉を越えてここか？森じゃないかこれ。あー、なんかあった。マッシュルームズ、キノコ。こんなの今まで見たことなかったのに、これは見つけ出すのが難しい最初は。しかし次第に私はそこら中でそれを見ることができるようになったのです。そんな植物ある？あ、そうだね、だから薬草だねこの店は。あ、どう？専門家の人どんな感じ？これこの赤い傘の部分はスポンジみたいな感触がします。食べてみないと分かんないねこれは。 NEXT。 ポーン。お、あれだ、シモーネさん。なんかね、サーバントって呼ばれる化け物がこの世界の中にはいて、それはなんかね、闇儀式によって召喚されるんだけど、でそいつがなんかこの世界をめちゃめちゃにしかねないから、そいつを止めようとする人たちがいて、でそいつを逆にその神様みたいな扱いで信奉してる人たちもいるのよ。でそっちのどっちにつくかみたいな、多分ね、選択があるんだと思う。で私は一応トゥルーエンドを目指しておりまして、そのサーバントをやっつける方向で今動いてます。でこの人はそのサーバントに関する情報をいろいろ集めてくれてるシモーヌさんで、でこの人は図書館だから図書館の中でいろいろ知識蓄えようとしてたんだけど、その中にはどうやらサーバントに関する記述はないと。でもロード・フレモントが、サーバントについてなんか知ってるっていうような情報をつかんだので、ロード・フレモントのところへ行ってきたところだと思われます。でロード・フレモントは私に言いました。彼はあなたを助けることが、できるでしょうと。あなたがサーバントに関するいくつかの情報を見つけることを助けることができると、フレモントは言ってます。で私は、図書館のすべてを見たんだけれども、私が発見したものっていうのはモルドプロブレム、モルド、カビの問題だったのです。どういうこと？あ、カビが生えてて読みなかったのかな。私はあなたがいくつかのスイートブレスを持っていることを願っています。でスイートブレスっていうのは綺麗にするのを助けてくれるんです。カビキラーってこと？なんかね、怪しいカルトのおばちゃんがこれを
シモーネに渡せって言ってたんだよね。これ多分独走なんだよね。これを次シモーネが来た時にこれを渡しなさいって言われて、おばちゃん、これ敵対組織なんですよ。このシモーネさんとこれサイキックのおばちゃんフェイエさん、どうしよう、どっち信じる。肩書きで見るしかないね。この人は図書館の司書さん、そしてこの人はサイキック。まあ図書館の司書さんだね、俺が信じるのは。なのでこの人にはこれは渡さずに、スイートブレス、スイートブレスじゃないじゃん。どっち渡せばいいのこれ。パーリアンスはこの葉っぱの、たくさんの葉っぱがこの周囲の周りの空気から毒を取り除いてくれると考えられているみたい。で、全ての植物は空気の質の改善をすると信じられているんだけど、まあそういうイメージだね。でもパーリアンスっていうのはとりわけその能力でもう秀でています的な。で、これは時々スイートブレス、いい甘い息と呼ばれています。なぜならばこれはこのビシニティがちょっと分かんないけど、まあこれがあると空気がすごい新鮮になるからスイートブレスっていうふうに言われてるんだね。で、もう一方のやつはリスル・オブ・ネプチューン、これはうわなんだこれ、真実を言うものとして呼ばれていますが、これを食べた時に真実を話すように強制するらしい。マジ？トゲの生えたってこと？花びら？ストロング強い匂いになる。待って、これ自白剤だ。確かになんかね、サイキックの人が言うにはこいつ真実をあなたに話してないからって言ってた。彼女が知ってることがまだあるっつってた。どうする？でもサイキックだからな、あいつ見た目で判断するしかないよね。でもシモーヌ最初からねこうやってよくしてくれてるんすよ。いや、パーリアンスだな。パーリアンス、この魔界のお辞儀草みたいな、これちょっとなんかどっちかって丸っぽくない？これはこれでしょ。いや、俺はこの黄色いのでいく。頼む、パーリアンス。違うの？うわあ、精神バラバラ。私のマインドはブロークンなのです。ドゥーン、全然違う。ドゥーン、こうや。これね、心が壊れちゃったんです、あの植物を間違えすぎて。ちょっとこれどこまで進んでんの？このお客が来る前までだ。あ、シモーヌ来た。また同じこと言ってるわ。ちょっと待ってください。なんで君たち、パーリアンスよ、マジでこっち。でも糸はずはプレザントフレッシュアロマって書いてある。匂いがね、嗅げる。匂い嗅げるっていうか、ここに記述が出る時がある。これはこれは、ちょっと記述全然見てなかったわ。タンジェントは刺激的だって。これはじゃあここの表記から心地いいフレッシュなアロマだ。じゃあこっちじゃん。ペローン、これがパーリアンスです。空気清浄機的な役割を果たすと呼ばれている草でございます。サワーパンディ、また新しい怪しげな草の情報をゲットしました。いうことになってます。ロレーナ・チャップマン、私のいとこが3日後に結婚します。もしあなたがトリンブルハフを持っているのであれば、それは私をトラブルから守ってくれるんです。で、トラブルっていうのは自分自身のどっかに見つけることのできるトラブルなんです。もしあなたが私のいとこを知っているのであれば、あなたは知っているでしょう、彼女はトラブルに値しない人だと。なるほどね。トリンブルハフ、怪しげな、これキノコだ。でこのトリンブルハフというのは、関係を強めると、考えられているため、このキノコは伝統的にウェディングのデコレーションとして、使われます。なるほど。あ、これ花びらなんだ、キノコじゃないんだ。クロスセクション、コップに似た小さな花は、これらっていうのは一般的に下の方に向かっています。で、なんでそうなってるのかっていうと、水がそこで満たされるのを防ぐ。水そんなに好きじゃないんだろうね、この花は。水がそこに溜まるのを防ぐため。そして、ポリネイトしてくれる虫が
やってくるのをたやすくしているたて、まあ、ポリネイトは多分そんなに受粉させるとかそういうことじゃない。あ、これ断面図花の。この場合のトラブルは労力って意味。へえ、これ持ってたらかなり労力が省ける。ほう、なるほど、そうか、受粉か。受粉させる虫がイージーアクセスすることを許している。イージーアクセスできるかこれ。まあ、ちょっとこの形で探してみましょうか。こんな、え、下向いてる花ある、これか。あ、これじゃね、ちょっと下向いてない、一般的にジェネラリー下向いてないで、ちゃんとこのなんていうの、先っちょが膨らんでる、これや、これがトリンブルハーフです。ペローン、特定されました。グロウホーンが新たに地点に加わりました。よし、本日はこの辺で。シェパードっていうのは犬のことかな。その犬は見ていたんです、葉っぱと根っこ。それは彼女が必要としてたものなんですが、それを準備していたのを犬は見ていたんです。彼は見ていました。何時間もの間見ていました。そして日が沈み、彼女はろうそくの光でそれをやっていたのです。時間がシッティングしていながら、そして時間がまるでダンスのようにストーンの周りで流れていったのです。その時変化が現れたんです。それは突然だったんですが、微妙に変化が現れました。そして最初はそのウォッチャーは観察していた人だね、観察していた人ってか犬、シェパードって何、あ、羊飼いか、その羊飼いだね、観察者で、その観察者は何が起きていたかは分かんなかったんだ、何が起きていたかは分かんなかったんだけど、その次に彼は見たのです。何を見たの。この次の日だな。